エラッチ・バルデは、ロシア・モスクワ出身、カナダのフィギュアスケート選手。2015年ネーベル・ホルンハ優勝。バルデは、父が、ギニア出身、母が、ロシア出身で、モスクワで生まれて間もなくの1992年に、一家で、カナダに移民、モントリオールに在住している。フランス語話者の選手に友人が多いが、ロシア語も、流暢に話す。かつては、 母もフィギュアスケート選手で、妹も競技会に出場している。7歳でスケートを始め、2004から2005シーズンにプレノービスクラスで優勝。2005から2006年シーズンにはノービスクラスに昇級し2位となり、カナダジュニアナショナルチームに選出され、翌2006から2007シーズンからジュニアグランプリシリーズに参戦した。2008から2009シーズン、 ジュニアグランプリシリーズのメキシコ杯で2位、スケートサファリで3位となり、ジュニアグランプリファイナルに初進出し7位に入る。世界ジュニア選手権でも8位に入った。全十字人体を断裂し、手術を行ったため、6ヶ月の休養を要した。その影響で2009から2010シーズンの試合をすべて欠場した。2010から2011シーズン終了後にコーチを、 佐藤由かとジェイソン断然に変更し、練習拠点をアメリカのデトロイトに移した。2013から2014シーズンのカナダ選手権では3年連続の4位。2015から2016シーズンよりコーチをブルーノ・マルコットとマノン・ペロンに変更し、練習拠点を4年ぶりにカナダに戻した。ネーベル・ホルンハイではシニアの国際大会で初優勝を飾った。 スケートカナダによるエラジバルで紹介現在は白紙ページ。各種キャッシュ等で閲覧可能。ボルデイオールウェイズザスリラー。ハットスケーターズギア。アップフォーニューシーズンアットスケートデトロイト。ハットポストカーズフロムデトロイト。ボルデイダズンとホールドバック。ありがとうございます。